世界にはいろんな体があってっていうことがもう一番よく見えてよく表現できるものが私はダンスだと思ってて、この体を持って踊ることはすごく誇りだし、それをちゃんと社会に見せていけるダンサーでありたいと思ってます。美しくありたいと思ってます。学生時代とかはもう自分のこの障害で何でできないことがあるんだっていう怒りを表現したりとか、そこがメインだったんですけど、20を超えてプロとして呼ばれるようになってからは、自分の人生をダンスで語るんじゃなくて、自分が踊りたいものを人に見せる、それが表現になるっていうところを目指して常に踊ってます。参加してくれるメンバーの中では障害を持たれてるアーティストの方もいて、ただ完成した作品が障害があるのにってそういう注釈がつくんじゃなくて、一つの純粋な舞台作品として素晴らしかったって思ってもらえるような、そういう作品にしたいなというふうに思ってますし、それを目指さないと意味がないなというふうに思ってます。